毎日銀行をオープンして暗号通貨を稼ごう。はい、こんにちは、ハッチンドです。今回は新しいマイニングアプリですね、ウェブサイトでマイニングするアプリ、アイドルバンクをね、検討していきたいと思いますけれども、アイドルバンクって聞いた時に私はね、芸能人とかね、そういうアイドルをイメージしたんですけれども、全然関係なくっていうか、多分アイドルっていうのはこう待ち時間っていうことですかね、ちょっとよくわかんないですけれども、はい、アイドルバンクっていう名前なんですけど、要は銀行ね、銀行をオープンさせて、オープンしてる間どんどんお金が貯まっていくよっていうことなんですかね。はい、要はですね、マイニングアプリワンタップですね、24時間に1回、電源ボタン起動させることでマイニングするという類の、はい、アプリなんですけども、それにこう無理やり銀行をはめ込んで、銀行がオープンしてる間はお金を稼ぎますよみたいなストーリーを無理やり作ったって感じですかね。はい、なので、はい、とりあえず、はい、このアプリを今回は、はい、検討していきたいと思いますけれども、前回ですね、クリーミーゲームというね、アプリ、ウェブサイト、これもウェブサイトアプリを動画で検討したんですけど、それの似たようなやつということで、はい、考えていただければわかりやすいと思います。はい、じゃあね、まずは早速登録方法から解説していきますけれども、登録方法ね、すごく簡単です。まずはね、いつものように QR コードから、はい、読み取っていただいて、もしくはね、QR コード読めない方は動画の概要欄から URL 辿って、こちらの画面立ち上げてください。はい。で、登録内容も簡単です。ユーザー名ね、適当にお好きな名前入れてください。あとは電子メールアドレス入れて、パスワードを2回入力しますと。はい。で、ロボットでないことの確認をして、登録と押してください。もうこれだけで登録完了です。ね、メールの確認とか認証とかないので、はい、これだけでもうすぐゲームができますと。はい。で、まずはね、このトップ画面開くんですけども、ここにですね、ここをクリックして、バンクを始めましょうっていうボタンがあるので、これがまずね、スタートになりますので、まずはこちらを押してください。はい。そうしますとね、こんな感じでポップアップで、銀行を、私はね、もう買っちゃったので、レベルアップしてくださいってな、アップグレードしますかって出てますけれども、初回はね、多分銀行を購入してくださいみたいな、はい、メッセージが出ると思います。で、これも先日ね、紹介したクリームゲームと同じような感じで、もともと500コイン持っていて、で、この銀行を、購入するのにね、いくつか、その500のうちの、ほとんどを使いますと、はい。で、購入していただいて、で、購入が終わったら、はい、その購入した銀行を回していくと、1分あたりに何コインかもらえるっていう感じですかね。はい。ね。で、アップグレードってなってますけど、購入っていうボタンを押すと、こんな感じで、はい、You have level up your bank と、はい、いうメッセージが出ますので、で、こうなりましたら、はい、ね。あとはバンクを、銀行を、運営オープンしていくだけでね、コインが貯まりますと。で、24時間経ったらまたワンタップして銀行をオープンしてくださいという内容になります。もう何でもいいですよね。アイスクリームなのか銀行なのかっていう、そういう違いだと思います。はい。じゃあですね、ここからは稼ぎ方、遊び方ね、実際の画面で動画を撮りながら解説していきますので参照してください。はい、それではね、アイドルバンクの遊び方、稼ぎ方を解説していきたいと思いますけど、まず日々やることはですね、はい、まずね、ここにクレームマイコインズナウと出てますので、こちらをまずクリックしてみましょう。はい、でサクセスと出ましたので、ちょっと日本語表示しますね。はい、で、24時間以内に銀行から賞金を受け取りましたということで、基本的には毎日1日1回ね、クリックして、銀行を開設してくださいとなってますので、はい、こちらをクリックしますと。はい、ちょっとまた日本語表示して、銀行は現在営業してます。24時間以内に閉鎖されますということで、24時間に1回ね、ワンタップが必要ですと、はい、いうことになります。基本的に毎日やることはこれだけですかね。はい。マイバンクを、はい、
1日1回タップしてっていうことになると思います。で、まあ時間がある方はですね、このね一番上のこの3本マークメニューバーを開いていただいて、で、まあ、無料コインってありますので、こちらでね、追加のコインを稼ぐことができますというものになります。で、オファーロックと、あとオファートロービッツウォールワンズということで、まあ、4つのね、外部のポイ活サイトと連携してポイントを稼ぐことになりますと。で、例えばこのプレイゲームズというところですね、このプレイナウというところをクリックすると別なページに飛びまして、でこの中でゲームをやるとポイントがもらえるというものになります。で、まあ、いくつかゲームがあって、何でもいいんですけど、サッカーゲームいいですね。サッカーゲームやりましょうか。はい、ちょっと時間がかかってますね。はい、でまず画面が出てきて、はい、ちょっと10秒今カウントダウンしてますと。はい、でゲームします。ビデオが終了するまでお待ちください。はい、これがビデオなのかゲームなのか、これゲームですね。はい、なんでこちらが広告ですね。で広告、はい、スキップして、でこれがゲームで、また広告出ましたね。広告ばっかりですね。はい、スキップして、はい、そうしますとここにね砂時計が今出てると思うんですけれども、これが1分経つとね、あのクレーム請求ボタンが出てきますので、まあ1分間ちょっとゲームをやってくださいということですかね。はい、じゃあどうやってやればいいんですかね。ゲームのやり方が分かんないですね。これを、ああ、これをなんか、あ、ホッケーみたいな感じですね。なるほど、なるほど。あ、これは結構そこそこ面白いかも。多分これを、あれな。あ、こんな感じ。おお、はい。ゴールしましたね、今。はい。こんな感じ。あ、そう、遊んでるうちにここにね、コインを獲得しようっていうふうに砂時計がね、ボタンが変わりましたので、これでこちらをクリックするとコインがもらえますと。はい。まずロボットでないことを確認して、はい。素晴らしい。3コインを獲得しました。コインを獲得し続けるには、ページをリロードするか別のゲームをプレイする必要がありますと、はい、いうことで、まあ、こんな感じでね、1分ごとにこの3コインがもらえるということで、コインを稼いでいただければと思います。はい、あとはですね、タスクというところ、ここにタブがあるんですが、タスクというところ、まあこの辺のね、多分あれですかね、いろんなウェブサイト登録したりするとポイントがもらえますっていう感じですかね。でオファーは基本的にはアプリですね、アプリのダウンロード、もしくはダウンロードしてある特定のレベルまでに達したらポイントがもらえるっていうものですね。でショートリンクなんですけれども、こちらもあの他のね海外のポイ活サイトでやってる人だったらおなじみだと思うんですけれども、まあ要はリンクをどんどんね辿っていって、でゴールまで行くとポイントがもらえますというものになります。はい、で、はい、まずはね本人ロボットでないことを確認して、はい、でここにバリデートってありますので、基本的にこのねこんな感じの緑か青のボタンを探して押していくというものになります。はい、でまずはロボットでないことを確認して、はい、そうしましたらここですね、クリックヒアトゥコンティニューってありますので、このボタンを押しますと。はい、で今広告のページが立ち上がりましたので、前のページに戻って、はい、これですね。で今カウントダウンしてますので、このカウントダウン終わるまでお待ちくださいと。でこのダイレクトダウンロードってありますけど、これね、あの押すとなんか変なダウンロード始まりますので、これは押さなくていいです。はい、で下の方をずっと探していくとゲットリンクってありますので、こちらをクリックしますと。はい、でまたね今サイト飛ばされましたので戻って、はい、はい、そうすると、はい、コングラチュレーションズということで 2.46 コインもらいましたと。はい、こんな感じでね、あの、ショートリンク、ね、リンクを探して押してて、2、3回リンクをたどるとポイントがもらえるっていう感じですかね。はい。
で、あとはビジットウェブサイトですね。こちらは多分ね、ウェブサイトを訪問するとポイントがもらえるということで、例えばですね、これじゃあ 0.75、 ちょっとポイント低いですね。はい、 0.75 のとこ行きますと。で、ウェブサイト立ち上がって、はい、ここにメーターがあると思うんですけど、このメーターが最後まで行くとポイントがゲットできるという仕組みになっていると思います。はい、で、この、ね、他の絵と違う絵を選んでくださいって出ますので、こちらをクリックして、はい、そうしましたらサクセスって出ましたね。これでポイントが、はい、もらえてグレーアウトしたっていう感じですかね。はい、こんな感じでポイントを稼いでいければと思います。はい、で、今やったのがオファーロックですね。で、今度はオファートロですね。まあ、大体他のサイトも同じだと思ってくださいね。こちらはどちらかっていうとアプリが多いんですかね。はい、アプリね、ダウンロードして特定の条件達成したらポイントがもらえるっていう感じですかね。 iPhone と Android とそれぞれありますので、はい、やってみてくださいっていうのと、あとデスクトップアプリの方もあるみたいですね。はい、で、サーベイはアンケートですね。はい、まあ、この辺で稼いでくださいと。で、今度はビッツウォールですね。ビッツウォールの方ですけれども、はい、こちらもまずはオファーですかね。オファーも基本的にはやっぱりアプリのダウンロード系が多いんですかね。あとはアンケートとかもありますね、サーベイ。はい、で、サーベイ、こちらはサーベイだけですかね。はい、サーベイだけ、アンケートだけですね。で、ビジットウェブサイト、先ほどもやったと思うんですけれども、まあ、ウェブサイト行くとポイントもらえます。ちょっとポイント低いですね。はい、で、ショートリンク、こちらもさっきデモした通りね、あのリンク先をどんどん見つけて、はい、辿っていくと最後にポイントがもらえると。ちょっと読み込みに時間かかってますね。はい、こちらは結構、あ、この27ポイントとかね、高めのものがあるので、この高めポイント高いやつから紹介していくのがいいんじゃないかと思います。はい、で、ウォッチビデオ、こちらは、あ、そうですね、はい、ビデオがないということなので、ちょっとこれはできないと。はい、なので、まあ、そうですね、ビジットウェブサイトかショートリンクで稼ぐっていうのがやりやすいんじゃないかと思います。ちょっとポイントが低いので、さっきのね、オファーレックの方がまだいいんじゃないかと思います。で、最後ワンズですかね。はい、で、オファーがあって、サーベイ、アンケートがあって、ルーターズ、こちらもアンケートですかね。はい、アンケートで、で、モバイルアップね、アプリをダウンロードして、もしくはダウンロードして特定の条件を満たすとポイントがもらえるっていうことになります。まあ、そうですね、やっぱりオファーロックが一番稼ぎやすそうですかね。ウェブサイトと、あとショートリンクね、まあ、ゲームやる人はゲームで稼いでもいいですし、はい、こんな感じでポイントを稼いでいただければと思います。まあね、時間のある人はここまでやっていただいて、時間のない人はね、基本的に毎日24時間に1回この銀行をオープンするというのをやっていただければいいんじゃないかと思います。はい、で、あとお金がね、貯まってきたら、どこですかね、アップグレードするところが確かここですかね、アップレベルっていうところがあるので、こちらでどんどんね、アップグレードして、よりね、多くのコインを稼げるようにしていくっていう感じですかね。で、基本的にはね、私は無料でやることを推奨してますので、まあ、皆さんね、もしあのお金があるとかね、ちょっと突っ込んでやってみようかっていう人は、はい、こちらから課金してっていうことはできるようですので、ただね、ちょっとやっぱりできたばっかりのウェブサイトだと思いますので、いつなくなるかわからないっていうところをちゃんとね、リスクとして捉えた上で課金する人は、はい、考えていただければと思います。私は課金するつもりはないので、はい、ね、基本的に無料でやってきますということなので、はい、参考にしていただければと思います。で、ウィズドロー、はい、ウィズドローが出金なんですけど、まずね、ポイントを、このね、USDT になるんですかね、このドルに換算してもらって、その後出金作業に入ると思うんですけども、ちょっと分かんないですね。はい、まあ、出金についてはまた私の方でね、あの出金できる状態になったら
出金動画も作りたいと思いますので、まずはね、出金できる金額まで貯めるっていうところがね、そうですね。はい、500コインズから出金できるということなので、これもだから難しいですね。出金するのがいいのか、アップグレードするのがいいのかっていうところですね。アップグレードすれば、さらにね、稼ぐスピードは速くなりますけれども、出金が遠くなるというところで、はい。まあ、いずれにしても、出金できる金額になったら、出金動画は作りますので、それまでコツコツ貯めていただければと思います。ちなみにですね、評価サイトのトラストパイロットを見ると、一応ね、2.3 とかなり低い数字ですと。で、まあ、ただですね、合計が9件の投稿しかないので、ちょっとね、低すぎ、少なすぎるかなと。で、中にはね、出勤できたっていう人と、あとは半分以上がね、出勤できてないみたいな感じなので、ちょっとね、昨日のこちらですね、クリーミーゲームの方はまあ半々かなというところで、まあ私はあまり気にしてなかったんですけれども、ちょっとアイドルバンク見ると、まあやっぱりね、一つ星、まあ出金できないっていうのが多いので、まあね、その出金できるできないのも含めての、まあ私の検証となりますのでね、ちょっと検証できないんだったら時間の無駄だよという方はね、私が検証、出金できるのを見届けてから、はい、やることをお勧めします。はい、ということでね、今回のアイドルバンクのまとめ攻略のコツになりますけれども、まあ1日1回ね、銀行をオープンしてくださいと、はい、いうことになります。で、クリーミーゲームとかだと、ボーナスでね、毎日10コインとかもらえたんですけれども、このアイドルバンクはですね、ログインボーナスっていうか、こう、ボーナスがないので、もうひたすらね、毎日1回、はい、タップするというだけになります。で、ワンタップじゃないですね。2回タップしますね。はい。っていうのと、あとはね、フォーセットペイで出金が可能なので、はい、他のね、フォーセットサイトと合わせて管理することができますというのと、あと、クリーミーゲームと違うのは、カウントダウンタイマーがね、ついてますので、これはね、24時間経ったっていうのがわかりやすいので、これはクリーミーゲームよりいいのかなと。だから、多分クリーミーゲームの後に作られたゲームなんでしょうね。なんか、だから姉妹サイトなのか、全然会社関係ないけど、まあ似たようなアプリ使ったのかっていうのは、まあちょっとわからないですけれども、まあ同じ系列かなと思います。はい。で、まあね、新しいサイトなので、一応もう、7ヶ月くらいは経ってるんですかね。半年くらいは経ってるので、まあ出来たてほやほやではないんですけど、やっぱりね、今年できたばかりのサイトなので、まあ課金とかは様子見てくださいと。ね。で、もしかしたら突然消える可能性もゼロではないですよ。まあただね、クリーミーゲームとこちらも同じですけども、大手のポイ活サイトとね、提携しているので、まあ詐欺とか消える可能性とかはまあ低いんじゃないかなと。普通にね、ポイ活サイトから、まあね、広告収入で、まあ、収入利益を得て、でその利益のいくつかをこう我々ユーザーに還元するっていう、まあ、ビジネスモデルなので、まあはい、まあ、詐欺ではないのかなと思います。はい、なのでね、まあ、安心してとは言いませんけれども、まあ、こういうね、突然消える可能性はあるんですけど、まあね、ある程度出金できる金額貯まったら、こまめに出金とかやっていれば、まあそこそこね、稼げるのかもしれないので、まあ、今回私はね、まずはトライしてみて、で、ちょっとやっぱり不安だよと、怪しいよという方はですね、私がね、出勤するまでちょっと様子見していただいて、はい、その後でやっていただければいいですし、まあ、面白そうだからね、ハチノスと一緒に検証してみようという方はね、ぜひ一緒に、はい、やっていただけたらと思います。はい、ということでね、今回はアイドルバンクについてね、はい、動画を撮りましたけれども、まあこんな感じでね、なんか面白そうなフォーセットサイトとかまた見つけたらね、検証用にね、一緒に検証できるように、はい、いろいろ探して見つけてきますので、はい、またね、新しいの見つけたら動画で、はい、共有したいと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。1日1回アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なく、ウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。
1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。 BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすればさらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので全部登録しましょう。コアマイニング、日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。ビットウォーク、毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブツーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、ビットコイン価格を予想して稼ぐ、ガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。ゲームをすることでお金が稼げるアプリ、マネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であればついでに稼げると思います。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので他のアプリと合わせて稼ぐことができます。アルコイン、移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリ、コインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえるウォークトゥーアンアプリ、ステッパーです。他のウォークトゥーアンアプリに比べて広告が少ないのでポイント回収しやすいおすすめのアプリです。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリ、アグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリ、トリマです。位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。元祖無料マイニングアプリ、パイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、
マイニングアプリのインストールが条件になっています。 B ネットワーク1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリ、ヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。無料でビットトレントがもらえるフォーセットサイトです。フリービットコイン .io の19番目の姉妹サイトになります。19個のフォーセットサイトを20秒で攻略する方法も紹介しています。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。フォーセットクリプト .com 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、
デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ベットフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリ、ポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト、 ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。